ここから、これよ。左後ろに。左足右。右。来ました。羽を取りに行って、打って、この右足に体重が。この DVD では練習メニューの組み方を中心に、紹介していきたいと思います。この DVD ではラケットワークとフットワークができた初級者を対象に、していきたいと思います。練習する人のレベルに合わせてメニューを選択するようにしてください。手投げ、ノック、一つの羽根。こういう風に習熟度別に練習するようにしてください。手投げ、ノック、一つの羽根。手投げの練習では何が狙いかと言いますと、正しいフォーム、正しいフットワークでできることが狙いですので、ノックで練習する場合は前面を動けるようにフットワーク、ここで意識してほしいのが、ミスをしないというよりは前面をしっかり羽を触れる、それから自分が打った羽がどこに行ったかっていうことを意識しながら練習してください。ミスをしない、ネットに引っ掛けない、これが最大の狙いですので、ここにポイントを絞って練習してください。寝た状態で腕全体でクロスに持っていこうとするとどうなるかっていうと、こうなります。こうなってしまうととてもクロスにはシャトルが飛んでくれませんので、